とことんやりこむ、どうもなおちんです。さあ今日もマイクロダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今日はタワー更新ですね。30回と長いです。行きましょう。特にいいエンチャントは入ってませんね。さあ今シーズンはどんな感じでしょう。まあ30回だから周回には向いてないですね。前回がね結構周回に向いてるシーズンだったんだけども、今回はちょっと周回できないかもね。長そう。終わり。一回クリア。次、いやいらんかな。怒りはあるんだけども、エンチャントが良くないのでダメ。で2回クリーパーが多いシーズンとかかもしれない。あ、いやでも前回がなんかマルチでクリーパーが鬼のように出てくるっていう話だったんだよね。今回はどんな感じなんだい。余裕すぎでしょ。雑魚しか出てこないよ。雑魚しかいない。雷の矢筒があるからなんかいい棒弓があればね強いんだけども、あ、ファイアブランド面白いかな。いやーいらんいらん。行きましょう。テンペストとかね、そういうのは出てこないならいいんだけども、危ない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 。ちょっとね、あのね、コントローラーの調子が悪いんですよね。若干違うとこ向いたりするので、ちょっと後で引っこ抜いてみよう。おっと、影かな。影だろうね、おそらく。他の装備はまあ後でねなんとかなるかもしれないけども、影ばかりはちょっと ここにしかない可能性があるので取っていきましょう。まあ、ボスまでにソウルはたまるんじゃないですか。あのめんどくさい敵がね出てこないならいい。ボスが邪悪なレースとかさ、ガーディアンはいいとしよう。ガーディアンはいいとするけども、テンペストとかねそういうのはもう出ないでくれ。本当に時間かかるから。あれがいないとまあ多分20数分でクリアできるかもね。この感じだとそんなに敵も強くないし。 OK、 多いわけでもない。4回クリア。次、はっはあ、あ、でもう商人、商人かい。早いな。え、じゃあボス。まあいいや、行きましょう。え、次ボス。あ、ボスだ、マジか。ええー、ちょっとこれ装備選び完全にミスったな。お、ま、耐久力がないと無理なので、じゃあ重力入れよっか。え、ちょっと待って、武器弱すぎるぞ。せめて虚無入れてダメージ与えようか。誰が出る。ボス誰だ。2体か。おーい、マジで。ちょっと待って、これは無理やろ。ちょっと待って、いやこれは無理無理無理。落とすしかない。
オーケー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 、落とした、なんとか落としたけども、これきついぞ。あぶねえ、あと一発もらったらやられる。これ嘘だろ。いや、まあまあ多分ね、装備選びに完全に失敗してるっていうのがあるけどね。いやいや、これ完全に俺やらかしてるわ。いや、だってこんなに早くボス出てくるなんてわからんよ。あっぶねあっぶね。じゃあなんか武器を取っていかなきゃいけないんだね。あ、エレメントのカバンあった。うん、カバンがあった気がするな。なんかそういうので行かなきゃダメか。うわー、きつかった。いやいや、武器欲しいのよ、武器欲しいけども、まだ7回だしね。うん、重要な方を取っていきましょう。バジネスの方が多分重要。いや、弱っ。ちょっと待って、これきついぞこれはきつい。よーし、あぶねえあぶねえあぶねえ。あ、これうー、いやー、そもそもがあの、なんだろう、最初の武器選びが間違ってるんだ。ああ、でもこれ結構今回初見殺しじゃない？なんかそんな気するよ。多分最初のボスでやられた人多いかも。あれは厳しかったわ。オッケー、よし、ナイス。ちょっと次ぐらいにボスじゃない、武器欲しい。なんか武器いいのが来てくれればいいっすけどね。ちょっと待って、弓じゃないと勝てん。よし、オッケー。なんか武器ちょうだい、武器ないときついぞ。いやいや、まあ剣かな、変えとかんとこれ無理だわ。で、あバカ野郎か、もうラグったからエンチャント火属性入れようとしたのにエイリー入れちゃった。まあいいか、多分倒せはするでしょう。おう、はいはいはい、オッケー。おう、よっしゃ、まあ、うん、全然いけるよ。いやでもね、エンチャントミスター、本当に何やってんの。8回クリア、次ダイナモか。でも虚無が入ってないんだよね。ああ、防具いいけども、ああ、武器もいいな。でもここハンタークロスボウでしょ。うん、影の断片もあるし、ハンタークロスで OK、 ソウルを集めていった方がいいですよ。ちょっと今回中盤以降結構きついかも。うん、待てよ、ハンタークロスエンチャントなんか入れない？光と追い打ち入れとけ。うん、だから結構ダメージ増えるんで回復もするしね。 OK、 おー、終わりかい。一気に出て一気に終わった。まあそういうステージがね、嬉しいけど。釣り竿あり、防具は特に良くない。次釣り竿ありっすか。あ、でその手前にサイスが置いてあったんで、あ、これサイスの、釣り竿で使っていくっていうのをありだね。おーい、結構つらいぞ結構つらい。
しゃオッケー。こちらはいない敵いないね。はい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 。いやいや序盤かなり簡単だなと思いきや後半が結構きたね。後半じゃない中盤か。これからも難しくなる？なりそうな気がする。よしよし。結構矢が出てきてくれて嬉しい。はい。プレートアーマーいいね。うん。あ。いや、違う。プレートアーマーしましょう。怪しい。ポーションバリアー。あー、待って、影突いいね。うん。影突いいぞ。しゃあ。うん。あ、これ影突でいけるじゃん。よっしゃ。おお、すげえ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 。おお。オッケー。いいね。よし。ちょっと待って。危ない危ない危ない。影突で一気に3体ぐらい倒せば、ソウルゴリッと増えるんで、いい感じかも。ああ、いいよいいよ。影突いいよ。いや、あ、ここにもあるんだ。あ、じゃあここで取って、最初は、ボス用の何かを取った方が、ああ、良さそうだね。なるほど、なるほど。そういう、やり方ね。わかった。今回は、ほんと、初見殺しだわ。うん。わかりさえすれば、全然いける。けども、わからない最初はね、初見は難しいよ。装備選び完全に絶対みんなミスる。よし、オッケー。確実に最初のボスでやられるしよ。危ねえ、危ねえ。はいはいはい。こっち側いない、もう。いないね。な、ここで、終わりですね。はい、12回クリア。お、あ、いや、でもね。あ、ちょっと待って、俺、スケールメールの方がこれいいぞ。うん。スケールにしよう。ちょっとさっき撮ったばっかだけども。あ、でも影凸がないのか、こっちは。あ、いないな。うん、いや。これでいこう。影凸はないけども、うん、別の戦い方をすれば大丈夫なんで、このままいっちゃいましょう。すごいね、意外と出る、やっぱり数が。今回敵多い、かなり多い。よし、いないね。 OK。はいはい、まあ矢はたくさんねあるんで、どんどん打っていきましょう。13回終了。一応余ってるんでキノコ持っていこう。 OK、 いいんじゃない。おっしゃ、いいね。多いって。で、火力がもう足らん。うん、若干火力足りてないよ。で、よし、 OK、 いいね。よし、嫌な敵多い。
終わりかな、これで。よし、どうだ、はい、14回。や、槍持っていこうか、もう弱いもんね。槍でいきます。いいんじゃないの。クリーパーなんかね、うん、中盤以降結構出だした。なので結構クリーパー注意で戦っていった方がいいですね。ちょ待って、よし、今キノコ入ったやつは強えな。ああ、はい、いいじゃないですか。やべ、危ねえ危ねえ、死にそうやった。危ねえ危ねえ、終わりかなこいつで。まあまあまあ、15回終了。やたらね、怒りが出るけども、エンチャントが良くない。いいんじゃない。いや、今シーズンね、これ周回はできません長すぎる。もうちょっと短いといいけどね。うん、全体的にステージがね、めんどくさすぎるのよ。ちょっと待って、減りすぎじゃない？ちょっと待って、回復手段があんまりないので。お、こっちまだ出るんかい。よし、もういないよね。先進みます。よし、オッケー。え、まだあっちにいるんかい。もう打ち漏らしがいた。これはめんどくさい。変なとこ入ってるもんね。はい、16回クリアでーす。んで、報酬は、あー、またね、釣り竿があるんだよな。まあ、うん、いらんけど。でも、釣り竿の選択肢は今回ありだね。意外と難しい場所が結構あるので、釣り竿でガーッといった方が、うん、いいかも。うん、周回はできんかもしれんけどね。オッケー。いやー、もう草刈りなかなかめんどくさいな。意外と敵の耐久力が上がってて、そんな簡単に倒せないよね。ここちょっと減らしていこう。オッケー。下にどれぐらいいるか。リーフリーフはいるのかい？いないっぽいね。お、救急車救急車が通る。よし、あれ、あー、いた。はい、17回クリア。次変えようか。うん、乱射に変えて、俺槍とかエンチャント全く入れてなかったじゃん。入れてなかった。でもそんなにいいやつはないけどね。弱体化の、うん、衝撃波エコー1ぐらいでいいや。で、ポーションバリア1個入れて、で、こっちが、そうね、テンポセットと、
連鎖反応入れとっけ。いきまーす。ここめんどくさそうだな。オッケー、いいんじゃない。オッケー、終わりか。少ないね。もうこれぐらいの敵の数で残りの10回は行ってほしい。おお、悪くないエンチャントだ。うん、あ、釣り竿ソーブレードで今回良さそうね。グリム、うん、グリムもそういいね。グリムいいな。あ、でもエンチャント良くないな。そのまま、うん、グリムをウィザーにしても良さそうだけども、エンチャントがねいまいちよろしくなかった。オッケー、多いね。敵がかなり出るから、これ戦う場所ちょっと考えても良さそうです。ん、終わり。うんうんうん、でもこんだけ一気に出てきて一気に終わるっていうのは好きです。うん、それぐらい早く終わらせてほしい。あー、待って、今回えらいもんがあるな本当に。火力上げようか。ちょっとあんま得意じゃないけども、ちょっと火力を上げましょう。うん、クリティカルの、そうね、リフレッシュ別にいらんか。火力だけ上げます。ミスったミスった、キノコ使っちゃった。これクールダウン入ってないからね、あんまりミスりたくないんだよな。 OK、一発がでかいから、あ、一発がでかいやつを、そうか、最終的には持っていった方がいいね。うん、ボス戦では絶対それでワンパンできるような気がする。おい、おし、よし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 、いいよ。数少なめで一瞬で終わるやつ好き。で、キノコまた来たんかい。はい、次どんどん行きましょう。あぶね、あー、食らったよね。ちょっと待って、嫌なやつらおる。ちょっと待って、ジオマンスは先倒したいけど、まずこっちの敵も鬱陶しい。2体ぐらいいる、もしや。ジオマン2体ぐらいいない。いや、1体か。ボスがまだ出ないっていうのはちょっとね、いいかな。行きましょう。得意な装備ではありませんが、ちょっと待って、ジオマンサー撃っといて、あいつ。よし、オッケー。ちょっとジオマンサー、おいおい、こんなにいたんかい。なんか、うん、変なシーズンだな。危ね、やばいやばいやばい、あぶね。こいつめ、いやーし、なんか若干危なかったぞ。これいいんだけどね。うん、こっちだ。ええ、あ、はいはい、ストーンゴーレム、まさかの、まさかのストーン、いやー、うそ、うわ、まさかこんな弱いやつが来る。
痛みもいいけども、ちょっと待って、安全に行こう。オッケーオッケー、これ痛み絶対面白いな。うん、最大に入れてボスワンパンとかちょっとやってみたい。次商人か。いやー、そうねー、武器を上げたいのよ。だからもうこれでいい。いや、よくなかったか。なら攻撃力 30% アップにしてた方が強かったかな。うん、あーで、ハープクロスにしてもいいね。あー、そういう選択肢もあったか。まあいいや、これでいきましょう。そうだ、ハープクロスでもよかったね。そっちが正解のような気もする。ハープクロスにするっていうのが、まあこの武器もね、火力がまあえぐいことになってるから、まあよしとはしましょう。ああ、クリティカルが出ればもう本当もう一発で終わるから。ああ、まあ、ただしここ雲には要注意だね。雲の巣かかってレイスの毒の雲食らったら多分やられる。そこだけ要注意。ほう、おお、ここにもある。あ、もう戻そう戻そう。うん、うん、よくなかったわ、うん、よかったよかった。なるほど、今回いろいろと攻略動画の方ではしっかりできそう。どうなんだろうね。あぶね、おお、すごいね。おお、初めてじゃない、こんなに出てきたの。初めてじゃん。こん、いや、ちょっと待って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 、えぐいえぐい、こんな出るの初めてだ。パワーガードむちゃくちゃ出るじゃん。これは初めて。まあ、ここはいらないんで、はいはい。おい、ちょっと待って、俺コントローラー上押してないよ。今のコントローラー調子悪いぞ。そろそろ買い替えかな、これは。もしや、3年使ってるからね。買い替え時か。まだこっちいるんかい。おお、はい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 、いいね。テンポセットいいね。うん、敵を逃がさないためにもテンポセットはすごくいい。おい、キノコ最高ね、やっぱね。キノコ最高です。オーケー、いいね。どう？オッケー。ユニークがまだ来てない。いやいや、来たか。いらない。28回。ストーンゴーレムはね、すごく良かったのよ、ボスで。最後のボスがちょっと気になるな。テンペストだけはやめて、うん、テンペストだけは勘弁してください。あいつだけはめんどくさいのよ。おい、すごいね。そこに置いてクリーパーをちょっと処理してもらおう。 OK、 OK、 もう最後の最後、やっぱそこそこ難しくなるぞ。まだいるんだよ、下まだいたんかい。終わり。よし、なかなか厳しくなった。あ、やっぱりユニークあったね。いや、
うん、もうクレイモアが強いから、大丈夫。で、もうここは、あ、ここでこれだわ。乱射だわ。うん。118でしょ?なら、うん、黒曜石のクレイモアが、5しか上がらないから、まあまあ、これで、よかったんじゃない?オッケー、テンペストゴーレムじゃない。それだけでオッケー。あ、俺こっちエンチャント入れてなかったんかい。やらかしてるじゃん。うんうんうん、霊気とか入れとけばまだちょっと楽だったかもよ。いきます。何が来る?おっよっしゃー。うんうんうん、まあボスはね最初だけきつい。最初だけあそこが初見殺しだけども、あとはまあいけます。うん、でも若干難しいかもしれない。爆発、あ、いいんじゃない、いいんじゃない。うん、この爆縮は連鎖反応入ってて使いやすいと思う。うんうんうん、で、あ、もうすでにダイナも入ってるしねマルチショットも入ってるじゃん。いや、ほぼ完成してるような爆縮ですね。はい、当たりが出ました。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。